けますよ。ほら、こんな感じ。お、うまそうだね。はい、どうも、ドラガーです。いつだ、今。夏だ。ということでですね、今回はね、僕の酔いをさらに加速させるっていうような、肉大好き。牛タンってなかなか食えないじゃないですか。牛タンが好きな時に食える人ってもう、それってもうブルジョアだよね。今回は牛タンが食べたいんだけど、牛タンがそんなに手に入んないし高いしって思っているその方必見の、椎茸を牛タンにしてしまうと、明日から使えるそういうレシピを皆さんに伝授したいと思います。リュウジのバズレシピということでね、このこれね、めっちゃ売れてる11万部ぐらい突破したこの太らないなんかおかず本の中にね、このネギ塩牛タン風椎茸っていうレシピがあるんで、これをちょっとパクっていきたいと思います。はい、6個ありますね、これね。はい、でこれは椎茸の茎の部分はね、切り落とします。で茎の部分はね、細かく刻んで炒めたら美味しいです。ごま油とね、塩と味の素で炒めたら大体美味しくなるんで、結構ね、根元の方から切っちゃっていいですよ。はい、こんな感じ。お、よし、ネギさんですね。これ半分ぐらいですね。噛んだ時ジャリジャリするの嫌ですよね。でこれをもう分解して洗っていう。じゃあ切っていきましょう。こんな感じでね、まあここら辺かな、 80g。 ここにね、長ネギをね入れていきます。椎茸いっぱいあるので、多分ね大さじね2ぐらいでいいのかな。干しバナブを小さじ半分入れます。味の素が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10振りぐらいかな。ちょっとね、ネギの量によってしょっぱくなったりもするので、ちょっとね味見ていきます。酔っ払ってて伸び足んないなと思った時に、あと一品欲しいなと思った時に開発したレシピなので、ネギダレは完成。はい、じゃあね、フライパンいきましょう。とサラダ油をね、引きます。まあ、小さじ2ぐらい。全体なじませます。全体なじませたらですね、しいたけさんをね、このまま焼いていきますね。はい、中火にしていただいて、ちょっと蓋を閉めましょう。蒸し焼きにしていきます。蒸し焼きにすることによって、このしいたけがですね、プリップリな食感になって、これネギなんですけど、ネギの辛さが苦手な方って結構いるじゃないですか。そういう方はですね、途中で乗っけて、ちょっとね、ネギダレ蒸すといいんですよ。途中で蒸していくような。で、最初は椎茸だけ蒸していきます。あ、基本ね、これ何にかけても美味しい。で、すいません、これね、この椎茸も若干塩あげてください。そうするとね、浸透するね、水分が出てくる。で、蒸し焼きにするのがコツです。中火で今蒸し焼きにしております。そうするとですね、ここにこう、ね、水が上がってきたら、この椎茸だれ、なんだ、ネギだれをのせていきます。たっぷりのせちゃっていいですかね。これね、ネギの辛みが気になる方で、生のネギだれが好きな方は多分そのままのせていただいて、焼き上がった後にのせていただいてもいいと思います。この状態でまあ約ね、1、2分ですね、蒸していきます。じゃあいいですか、開けますよ。ほら、こんな感じ。お、うまそうだね。それではですね、これを崩さないように、お皿に盛っていきます。香りやば。あ、ここに、レモン添えてあげてください。ブラックペッパー、ちょっと追いブラックペッパーしてあげましょうか。このね、ネギ塩牛タン風椎茸の完成です。はい、それではですね、さっき、グリーンラベル全部飲んでしまいましたので、新しい僕の相棒を紹介させていただきます。でってでってって一番のやつ。はい、ということでですね、やっぱりね、牛タン風の味付けですよ。これはね、一番のやつでしょう。ではいただきたいと思います。じゃあまずですね、僕はもう最初からレモンかけちゃう。レモンを絞るときはこの皮を下にしてくださいね。はい、ネギダレたっぷりのこの椎茸を、
うまいなこれ。たまらんわこれ。椎茸としてうまい。非常に美味しいです。塩分濃度も非常にいいね。もうちょっと加減してもいいかもしれないですね。おかずとして食べるんであれば、ご飯と一緒に食べるんだったらこれでいいと思うんですけども、これほどビールに合う椎茸が山田かつて山田かつて山田かつてあっただろうか。最高のつまみです。今回のポイントは2つ。たっぷりネギを使ったネギ塩だれを作る、椎茸を蒸し焼くってことです。ネギ塩牛タンを食べてるような気分にされますので、ぜひやってみてください。うまっ。あ、お客さん来た。めっちゃめちゃうまいっす。